木本国幸、木本国幸、木本国幸、1978年10月7日台は、京都府京都市南区出身の元プロ野球選手、内野手、右投げ左打。龍谷大学では、関西六大学リーグで、通算82試合出場、304打数102、安打、打率、336、9本塁打、64打点。 2000年周期のリーグ戦では打率474日本類が15打点を記録し史上5人目6度目の三冠王になる1年生秋から7期連続ベスト9受賞もリーグ記録であるのドラフト2位逆指名で日本ハムファイターズに入団2年目の大島康則監督当時に打撃を買われ開幕戦で金子誠を押しのけにいる種で 先発出場し、一軍に定着。奈良原博や金子と併用されて87試合に出場し、7本塁打を打った。は、春先に故障で出遅れ、規定打席には届かなかったが、主に一塁手、三塁手として、自身初の打率3割、14本塁打、8盗塁を記録。シーズン終盤には4番も任された。は、4月は5番。 5.6月は6番、7.8月は8番、9月は、坪井智也や新庄剛よに代わって2番と打順が一定しない中で、前半戦は、不審も後半戦持ち直して打率。285、旧本塁打を打ち、初めて規定打席に到達した。パリーグプレイオフ第1ステージ、西武ライオンズ戦、第3戦、10月3日で、西武の先発投手が、 左腕のホアシカズユキだったためスターティングンバーから外され、そのことに納得がいかず、ロッカーで暴れていた木本を新庄剛が良い場面で絶対にお前に回してやる。だから準備はしてろよと励ました。その試合に木本は途中出場し、9回表にクローザーの豊田清から同点に来本塁打を放った。あの時に励まされたから打てた。通算。 心情には感謝の気持ちでいっぱいですと語っている。この年女優の前原恵里、現在は前原恵里に改名と結婚。その後一部の新聞史上で前原とは別居状態と報道され、離婚に至ったのかは発表されていないが、のプロ野球戦手名鑑では独身と記載された。は、主に二類一として出場し、前半戦は小笠原道広らが不審にあえぐ中、 5番、または2番を打って、打線を引っ張り、打率3割を超える活躍で、オールスターにも選出された。後半戦は失速したものの、本塁打は、前年の9本から18本に倍増し、自己最高の打撃成績を残した。肩の故障歴からスローイングに難があるものの、二類守備では、わずか4失策と向上が見られた。一方で三振は108から138。 同僚のフェルナンドセギノールに次ぐリーグ2位に増加。チーム全体でも1151三振を喫し、チーム三振数のプロ野球記録を作る一員となった。オフに地元商工会での激励会に出席した際、なぜファイターズを逆指名したかとのインタビューに対し、すぐレギュラーが取れそうな球団だったのでと返答している。なお後のトレードの際も逆指名で入ったのに、トレードされて、 ショックかと質問されて、地元に帰れるし、壊れていくのですからむしろ嬉しいと答えている。ワニルイシュに新外国人、ホセ・マシーアスが加入、オガサラが三類から一類に再コンバートされ、木本は三類種として出場するも、腰痛の影響もあって、極度の打撃不振に陥り、守備でも精裁を欠いた。7月末の函館天聖の頃に二軍を落ち、 そのまま日本シリーズ終了まで最小格できずに終わった。アジアシリーズでは三類、一類として全4試合に出場した。同僚のセギノールは自身のパスポートの有効を期限切れにより日本に入国できず出場できなかったため自宅のテレビで観戦していたが、その際木本を見て新しい三類史を取ったのか。と発言ている。この年、木本は中盤以降二軍だったものの、 セギノールと木本は入団以来3年間チームメイトであり、冗談だったのか本気だったのかは不明。シーズンには FA で巨人へ移籍した小笠原の穴を埋める選手として期待され、開幕カードでも5番一塁手で出場したが、前年以上の打撃不振に苦しみ4月14日の2軍降格まで開幕戦での一安打しかだなかった。5月26日に一軍に、 再び昇格しスタメン起用され、その試合の最初の打席で開幕戦以来のヒットを打ったものの、以後は代打、代走としてしか起用されなかった。6月28日に、歌、藤達を、萩原厚志との交換トレードで、清水昭夫と共に、オリックスへ移籍。オリックスの一員としての初出場は、移籍した、翌日の2007年6月29日、古巣、 日本ハム戦だった。8回裏1し、0から1と1点ビハインドの場面で代打として登場し、元同僚、ダルビッシュ U から安打を放った。これを口火に、チームはダルビッシュから4点を奪い逆転勝利。木本はこの試合のヒーローに選ばれた。9月17日の千葉ロッテ戦では、同点で迎えた12回裏西万塁の場面で、小林正秀からセンターにサヨナラ安打を放った。 2008年は開幕1軍入りを果たしたものの15試合に出場しわずか3安打打率090と極度の打撃不振に陥った4月中に2軍へ陥ると以後は1軍から声がかからなかった2009年は1軍出場がなく10月3日に戦力外通告を受けるシーズン終了後12球団合同トライアウトに 参加するが獲得する球団はなく現役引退。京都市の教員採用試験を受験し合格する。これにより、京都市の職員として、公立中学校の保健体育科教員となり、2013年4月より着任している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。